にちは、栄養園の野里です。今回はですね、この寒い冬から早春にかけて、店頭でおすすめしたい多年草をご紹介させていただきたいと思います。本当はね、もうちょっと寒さが緩んだ頃に、花が咲くものなんですが、まあお店では少し早めに咲かせたものというのが、この時期に売られています。逆に言うと、この時期しか店頭で目にすることができない、しっかり暖かくなってしまうと、春のお花がたくさん入荷してしまいますから、こういう早春のお花っていうのは店頭から姿を消す傾向にあります。ですので、これから紹介するお花っていうのは、この寒い時期にしかお店に並びませんので、ぜひこの寒い時期に、この雪に積もってもこうくじけない野里さんがいる養生園に来ていただいて、お花を買っていただきたいと思いますので、ご紹介させていただきたいと思います。まずこちら、オキザリス。オキザリスって、実はいろんなタイプがありまして、春咲きもあれば秋咲きのタイプなんかもあるそうです。上級者に言わせると、オキザリスだけで花壇を作って、真夏以外はお花をずっと咲かせることも可能なんていうことを聞いたこともありますが、やっぱり一番お世話が簡単なのはこの春咲きのタイプだと思いますね。昔から有名なのはオキザリスの中でもパーシーカラーっていう、赤と白のストライプのこの可愛いの、こちらが2月3月になると、必ず市場に出荷されてきて店頭に並ぶっていうものだったんですけど、年々オキザリス、春咲きのオキザリス種類が増えてきています。私がまだバイヤーの仕事をしていた頃に、この桃の輝きっていうピンク色のオキザリスが出たりしました。それからピンキーなんていう、また同じくピンク色のものもあるんですが、最近は他にもアプリコット色とか、あとピンクでもまた色幅の違うピンクシャンペーンとかカンパリーオレンジとか、いろんな名前のオキザリスが出てきて、ワンコーナーオキザリスばっかり並ぶみたいな状態になってます。これは最近の面白い傾向だと思いますね。オキザリスっていうのは、まあ、球根とまでは言わないんですが、地中に根っこが残って、でオフシーズンを過ごして、でまた翌年同じところから芽を出してきて花を咲かせる傾向にあります。ですので株が大きくなってくると、その中で土の中で根っこがだんだん増えていきます。お芋さんみたいなのが、そういうふうにして増えていきますので、そこにオキザリスを植えたら、なくなってしまってもオキザリスがそこにあるっていうことを忘れずに、残しておいていただくと、毎年毎年割とお世話いらずで花を咲かせることができます。ですのでぜひ早春にはお気に入りの色を見つけてオキザリス育てていただくことをお勧めします。アネモネ。はい、アネモネはだいたいそうですね、いつも年末12月ぐらいから3月ぐらいまでが、店頭に並ぶシーズンです。で非常に厳しい冬の寒さにも強くて、でお庭植えすると、まあ、お世話次第になりますが毎年花を咲かせてくれるので、非常に育てやすい、丈夫な多年草だと思います。代表的なところで言うと、このポルトオーロラっていうのが、どこの園芸店でも手に入れやすい品種だと思いますね。特徴を言いますと、このポルトとして売られているものは、いわゆる大輪の一重咲きのタイプになります。北欧デザインなんかでね、アネモネはモチーフにされることが多いんですが、カーテンなんかでお花の模様が入っているやつとかご覧になったことがあると思うんですけど、あれはアネモネがモチーフになっていることが多いですね。ちょっと北欧風のデザインのお庭を作りたいみたいな時は、こちらの一重の大輪のポルトがいいかもしれないです。でそれから、オーロラの方はいわゆる八重咲きと言われるタイプですね。非常に花弁がたくさんあって重なり合って咲くので非常に可愛いです。花色もアネモネはブルーとか、赤とか、あと白クリーム色とか、あと濃いピンクとか、いろんなバラエティがありますので、それぞれ魅力がありますから、そのお気に入りの色を見つけてぜひ育てていただきたいんですが、ここ数年注目されているのがその鮮やかな色の青とか赤とかピンクとかの品種改良されたアネモネではなくて、こちらにありますが、これはね新しい品種だと思うんですけど、チョコレートって言われる渋い茶色、それからポルトとかそういうものを改良された品種ではなくて、より原種に近いタイプでフルゲンスって言われるタイプ、これはね非常に控えめな
ちょっと抑えめのピンク色とかアッシュピンクみたいな色とか、白とかが多いんですけども、ちょっと原種系の、つつましやかな感じがするようなものもあるんですが、こちらも、そのちょっとおとなしめの魅力が逆にいいということで、非常に毎年人気がある種類です。アネモネも冬の寒さの中でね、非常に元気に咲いてくれます。ぜひこの時期にお求めいただくことをお勧めします。